2021年8月15日午後1時半松本市の中心部を流れる奈良井川の状況です。かなりの水の量です。この奈良井川は普段穏やかなんですけどね、橋の下に来ております。松本電鉄も今運休になっております。電車は来ません。だからといって今草刈りをするような気にもなりません。今長野自動車道も一部通行止めになっております。これ以上水が増えるとちょっと近所の人たちも早めの避難が必要になってきますよね。国道158号線です。皆さんちょっと不安そうですね。畑があったんですけど畑も流されてしまいました。ネギが寂しそうにこちらを見ております。雨が降り続いております。この川は西川、千曲川、信濃川とこう合流を繰り返してね、川はどんどん大きくなってきますので下流の方が心配でおります。川の水すごいです。濁流ですね。まだ雨は降り続いております。小雨にはなっておりますけど、この木もちょっと流されるような感じですね。これ以上ちょっと雨が降らないことを願うばかりです。皆さん命を守る早めの行動をとってください。よろしくお願いします。音もすごいですよね、これね。橋の下までもう水が迫っております。濁流です。土手もちょっと削られてきましたね、これね。避難勧告が出たら皆さん早めの避難をよろしくお願いいたします。まだまだ雨は続きますので皆さんラジオ、テレビ、そして携帯の注意報、警報チェックしてください。